行きます。はい。はい、開けまーす。マンゴーデュオの炊飯やります。これのいいところはここにメモリがあって見えますか？これ水がこっちで米がこっち。まあ普通の炊飯器の時の釜と一緒ですね。それでこれは無洗米を持ってきたので2合のところより少し多めに水を入れました。これで30分、約30分ね、浸透させます。じゃあこちら水を30分浸透させました。はい、ではこれから強火でまず火を入れます。ちょっとね、だんだん湯気が出てきましたね。もう少しでカタカタ、カタカタ言ってきた。これですね、これで弱火にします。シホロのビールだね。うん、旅の始まりのビール。来る途中のセコマートで売ってたやつね。そうだ、うん、これ旅の始まりのビール、十勝産大麦 100%。 おう、うん、でこれ作ってるのは小樽ビール醸造所だね。あ、そうなの。原料がこっちなんだ。あ、そういうことか。十勝、うん、のビール、うん、いいね。じゃあ乾杯。乾杯。苦味あるね。苦味ある。結構ある、うん。黒ビールにちょっと近いね。うん。うん、でも黒ビールじゃない、うん。昔、お父さんが飲んでたビールの味する。そしてご飯がちょうど今。あ、ご飯炊けた。上がりました。蒸らしが終わりましたね。うん、どれどれ。さてどうなってるでしょうか。よいしょ。熱い。この蓋は大丈夫。うん、はい、映ってるね。じゃあちょっと大丈夫ですかね。いきます。はい、はい、開けます。わあ、すごい、ふっくら、ふっくらですね。これ2合炊いたんですけども、うん、結構今回ね時間かかっちゃったんだけど、あ、下ちょっとねお焦げがあって。あ、ちょっとお焦げになったね。あ、すごい、絶対これ美味しいお焦げですよ、うん。これ見えます？お焦げ、少しこの下の部分見えるかな、ね。あ、うん、見えないかな。もうちょっとかき混ぜて。別な種類の山わさびおろし風そば。別な種類の辛くないやつですじゃあこれね、好きな、好き、うん、山わさび。じゃあこれにしよう、私は。何これ。これはセコマオリジナルマーラーメン。マーラーメン、豆板醤のうまみ、うん、そう、ちょっとね、絶対辛いやつだよね、これ。ホアジャオのしびれ、しびれ、しびれるんだよこれ。物を見てね。おお、これはこれは絶対うまいやつだ。ちょっとこれキャンプでこれは贅沢だよね、うん、かなり。いや、家から持ってきたやつなんだけど。そう。キャンプ飯というか。キャンプ飯というかね、ただ温めただけなんだけど。大根こんなに染みてる、うん、どれ、ご飯、ご飯、うん、うん、大成功だね。うん、うん、飯がうまい、うん、うん、よし、じゃあこのマーラーメンを食べます。中身はちょっと赤い、スープは赤いかなね、うん、辛いのかい？ちょっとね、いただきます。うん、うん、おばあちゃん、おばあちゃん、うん。では山わさび、うん、そば、うん、ちょっと辛いね。うん、今4時過ぎだ、4時過ぎだけどね、だんだん薄暗くなってきてるね。もう30分ちょっとしたら、うん、真っ暗だね。
でね、景色は素晴らしいですね。本当にこの今のこの景色を見れるうちにちょっとね、外で今もうコインシャワーでね、コインシャワーというか、ね、コインシャワーというかね、風呂借りたみたいな感じ。そう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 、シャワーでなかなか良かった。うん、すっきりしたから、うん、1人200円だったね。今ね、月があの辺に見えるんだけど、でね、昨日より少し大きくなりました、月が。そうなのか ね、うん、うん、ちょっと1日ぐらいじゃよくわからんな、うん、欠けてきたのか、満ちてきたのか、満ちてきたのか。今ちょっとね、贅沢な瞬間ですね、この霧を見ながら。あったかーい。これはユニフレームの焚き火台ですね。なかなかいい。うん、今年4月から使って20回目ぐらいかな、使い始めて。そうだね、結構使ってるね。うん、でも結構綺麗なんだよね、まだね新品な感じの綺麗さ。